マジなんだ。マジ？素人が来たか。あれよ、10年ぐらい前も。なるほど。回転寿司って普段なかなか行かないと思う。やっぱ言うても音量ももうセレブになったから。ほんまに？ほんま？ほんまの。ちょっと撮影許可も取ったから。ちょっと行きましょう。ガチなんや。寝たやと思った。後ろだけにな。はい、じゃあスシロー食べていきたいと思います。いや、ほんま久しぶりやで。いや、これはさ、なんなん、私が嫌やって言うと思って連れてきた。いやいや、その、やっぱなかなかプライベートで回転寿司行くことないやろなと思って、うんうんうん、逆にそこ連れて行ったるのがやっぱり俺の役目みたいな。普通のさ、男ってさ、いいとこ連れて行くやん、うんうんうん、もうそういうの慣れとるやん、うん、思んないよ。え、でも私ほんまに全然食べれちゃうねん、喜んで。いや、そりゃ、でもここ連れてくる男おらへんやん。おらへん。そう、だから逆にいいんかな。あ、なるほどね。そうそう、だからこれが女の落とし方っていうのをこれも動画で見せたるから。やっぱこういうその、モンリョみたいなセレブであればあるほど、こういうとこ居酒屋とか連れてくるから、あ、逆に初めてやらんか、うん、なるわけ。でもやっぱイメージはそうなの、世間のこういうとこに来ないっていう、やっぱそのイメージそうです。バーとかレストランとか、うん、ディナーみたいな。確かに確かに。全然そんなことない。フレンチとか。そう、イメージ。で、回転寿司はないけど、マクドも好きやし、ダンク大好き。でもそういうイメージがないから、今回はちょっと回転寿司で動画でさ、見せてない。あかんから。そう、まあ、俺ら好感度低いんやから低い方なんや、俺ら好感度。確かに。じゃあちょっと頼んでいきますか。はい。本来はね、ここ回ってくるのが理想なんですけど、時間的にもあれなんで回ってこないんで、頼みます。ちなみにこのお店なんですけど、都心限定の料金らしくて、他のところは100円らしいんです、今まで通り。だからそこは変わってないんで、都心なんか秋葉原とか、この今五反田かなとかは、立地もあれなんで高くなってるみたいな感じらしいです。懐かしいな、これ白のこれ。もう私冷たいお茶がいいわ。まあ、それは俺もさ、あると思う。わかるです、ね。じゃあお寿司、何が好きなの？トロ。キャビア。わかるわ。キャビア。キャビア？キャビアない？入ってんですよ、キャビア。もともとあかんやろ。キャビアなんてある？知らん、知らん。入ってんですよ、キャビアとか見たことないぞ。あとはサーモン。サーモンね、あれは。コーン。コーン好きなんや。うん。サーモンどれ？何サーモン？焼いてるやつ。あの、ちゃう。マヨネーズがいい。あ、うわ、これがいい。サーモンチーズ。うん。エビは絶対食べたいな。じゃあ、皿勝負しようか。え、いいよ。俺めっちゃ調子取るから。全然食べられない。いや、まあ、それは俺もそうや。小食同士の戦い。意味わからへんな。おいしい。小食、おいたいです。おもろすぎ。ハマチ、あ、ブリもありやん。すごい。これ、ここで頼むんや。確かに。変わったな。昔はこんなんじゃなかったよ。うん。時代進んだな。8年経ったら、それ進むわな。